はいどうも、はじめまして、バンプです。今回は、ラボに行ってブルーカードケアやっていきたいと思います。はい、10回検証なんですけど、まあいつも通りラボなんでね、5回オフラインで行って5回オンラインっていう形で行かせていただきます。はい。でね、まあブルーカードキーは結構ねまずいらしい。噂によるとかなりまずいんで、期待をしない方がいいらしいんで、皆さんもね、参考程度にね、ほんとロマンでカードキーを集める人は買った方がいいけど、まあそれ以外美味しさを求めて買うんだったら絶対買わない方がいいキーって言われてるんで、今ねもうかなりまずいらしいんで、そう、僕のね今回の動画見てからちょっと参考にしていただければなと思います。それでは行ってみましょう。ってことで行ってみましょう。1回目のブルーカードキー、さあ何があるのかなということです。さあまず見ていきましょう。まずね、まあ落ちてるものとしては医薬品が多いっぽいね。特にないね。この上とかリモ注射器落ちてる。はい、それでは次こっちの部屋行きましょう。部屋的にはね広いんだけど、はい、こういうとこだとに注射器だったり持ってるんだけど、今回外れたね。ないね。なんかレドックスもね、そんな、なんか落ちてそうだけど落ちてないだし落ちてそうだけど落ちてないっぽいんで、うわ、やっぱブルーはまずいんじゃないかな。はい、じゃあ1回目こんな感じです。やばいねバンテージ3つに、これはまずすぎるね。オッケー、それでは、はい、ってことで2回目いきます。おいしょ。さあ2回目何があるのでしょうか。ない、あ、ドルドルが落ちてる。ここにはいい注射器もなさそう。キャット、お、キャット、いなさそう。まずね、クソ、まずバンテージっぽいな。医療系なさ、レドックスが湧くポイント増やしてくれたね。まだ来ようってはないけど、ないもんね、そいつらも。なんか透明中か、なさそうだな、今回の時ない、ってことって、はよ。1回目、2回目こんな感じでした。やっぱりブルーはまずいね。ということで、3回目、いきます。はよ、開きました。3回目、こんにちは、どうだ。注射器系もないしな、またある。大体さっき同じ脇っぽいな、ちょっとある程度、見てね。3回目、お、やっとだぜ、やっと SJ1 注射器系来ました。特にあとないかな。3回目してやっと注射器系でも、くりね。サバンテージ、トムセット。なんや、机の上に特に湧いてはないと。デスクにしないないよね。さあ、この上にもないって、最後も、弱かさって、ラッチケース。ってことで、3回目はこんな感じ。まあまあまあ、注射器初めての SJ1 が出たんで、まあいいかな。うん、注射器1個出れば当たりって感じだね、今のブルーは。オーケー。はい、ということで4回目、いきます。カードスキャン。さあ、4回目。さっきね、3回目、今まで初めて注射器だから、ちょっともうちょっと注射器欲しいよね。もめたい。ねえ、ないよね、ないよね。あ、見た、L1、L1来たよ。L1 ってか、AP 的なんかって言われてよ。少しだよね、L1 って。2万くらいか。1万、1万5000か2万ってやつ。そんなのないんだよね。で、ご飯は何もなさそうだね。あ、違うよね、ちょっとバンテージ何個でもだよ、これ4番でしょ。バンテージ、バンテージ、バンテージ、これ、はい、これ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 、やべえな、マジで。もう、ブルーは、おさびって、ほんとに、ブルーがいい。スクリーンパンってやって。何もない、やった。やった。さ、5回目くそ。やった。いいってことで5回目こんな感じでございます。この6個クソマズです。それではね、ここからはオンラインであと5回行きたいと思います。それでは6回目行こうか。ここマジマジんだよな。カードキーブルー、オッケー。6回目行っちゃいます。いきなりおーし、6回目怖いなこれマジで。ブルークソマジって言ってるから
ちょ、ライト忘れたんで、ちょっと申し訳ないな。次つけてこよう。マジで何もしないんじゃない？あ、ブルータル。いいよ。ちょっと本当に、取り忘れがないからな。特にないかな。あったー！ピー、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 弱そう。こんなにも空いてるって言ってるし。ちょっと早めに、取ってあげないとまずいな。来てんな。ここもなさそうだな、何も。いけないかもしれないか。ちょっと待ってくれ、耐えてくれ。耐えてくれ、いけバンテージ取るよ。これなんも落ちないか。落ちなさそうだね。オッケー。じゃあ、俺だけ遊びか。CMS、そして。いや、なさそうだな。やっぱねえな。何もしねえよ。クソバスじゃねえか。なるほど。ねえ、2つと。オッケー、こんなもんか。あ、よ。これは？ちょっとじゃないもんね。オッケー。やば。ってことで。今回はどんな感じかな。はい、こんなもん。どう？6回目のブルーカードキー、こんな感じです。イブプロは違います。まずくない？これ相当まずいよね。 OK、 はいよー。7回目。マジ落ちてんのか。ライトつけて。ない、この辺ないね。この辺にもない。え、マジっす。怖いなこれ。まあ、そうなる。ガチか。お立ちします。どう。やばそう。え、取り残しないよ。取り残しないよ。やば。これブルクルたちねえぞ。マジ。最高だわ。多分もう何もちない。ってことで7回目、薬品の山とペインキラー2つです。それじゃ。ちゃいます。8回目。さあ、8回目のイライラ。マジ、こんな怖くない？レッドクセン湧いてみたらさ、見直すわ、ここ。待ってくれよ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、湧いてる、湧いてる。よし、SGM 湧いてる。できない、できない。これだけちょっと圧迫する。特に湧きなさそうだな。ドール、そして、上、なってんね。結構戦ってんね。湧きなし。これにも湧いてないでしょ、これ。湧いてる、いらねえ。オッケー、イブプロ、うん、まあ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 、オッケー。じゃあ8回目こんな感じかな。6つって感じだね。まあまあまあ、一番いいんじゃない。オッケー。じゃあ9回目。いやー、ブルーはやっぱみんなブルーはね、まあ交換したい人は言ってもいいけど、マジでおすすめしないわこれ。ブルーほんとまずいまずいって言われてる。ほんとまずいよ。交換しても来るようなとこじゃない。あー、ヘモサ落ちた。これへんないし。あ、落ちた落ちた。やべえ、戦ってるぞ。早く早く拾ってあげないと。さあさあさあ、動いてないよ。じゃあこの中取っちゃうか。だってさ、レックスの枠って話聞いたもないもんね。レックカードキーが開いた。やってんね、早くちょっと。あ、ワセリン置いてこう。いいね、いいね。絶景にワセリン。おーいえーい。オッケー。ってことじゃない。オッケー。じゃあ、9回目。これ8回目だったか、9回目だった。オッケーオッケー。9回目こんな感じ。これ違うね。まあ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 、まあ、いいんじゃない。ワセリン出たし。まあ、多い方。これでいい方です、ブルーは。じゃあ、ラスト。ブルー。10回目。なってんだろうか。マジわかんねえな。ラストだから欲しいよね。なんでこんな感じで。ノイもない。取り忘れそう。オッケー。こんな中いないやつまずいな。エイジスを使うまいな。まだ1万いく。やばいってマジ。ラストだぜ。なんかくれ、なんか。オッケー。ってことで、ラスト10回こんな感じか。はい、7個。まあイフプロだけだね、いいって言ったら。はいよ。ということで、10回検証いかがだったでしょうか。んでね、10回の総額も出していきますね。はい、合計62万ルーブルということになりました。え、やばくない？やばくない？これかなり、やばくない？え、過去最、10回継承多分一番まずい。多分そこら辺のキーよりまずい。
あのラボじゃないそこら辺の企業よりまずいと思う、62万は。だからブルーそんぐらい今まずいんで、まあ銀策にはなんないのかな。うん、ブルーはあのリスクを犯していく価値はないかもねって感じ。平均だって1回入ると6万2000ルーブルってこと。まあいいんだよ、まあ注射器とか出て、まあそういう ETG とか出たからそういうの欲しい人全然行ってもいいんだけど、まあそんなリターンは少ないね。ハイリスクローリターンハイリスクローリターンだから、まあ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 行かなくていいかなって感じじゃないかなと思います。もしよかったらね、高評価とあのチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、でね、こんなね動画やってほしいとかね希望とかありましたら、ぜひぜひコメントとかで教えていただけると頑張ります。はい、ということでまた違う動画で会いましょう。じゃあねー。